皆さんおはようございます。私がこの磯田康夫、70歳になりましたね。66歳の時、外国大学行きまして英語の勉強会し、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級にも合格しました。ということで、70歳になった今、高齢者 YouTuber やってるわけですね。で、まあ、英語力アップということでやっております。今日は何の話ということで、こういうことで、本日第2回目ですね。ドクターケープのインタビュー第2回目になります。では、まあ要するに、今日からはアメリカ行ってからの話になるんですよね。はい、どういうことになったでしょうか。ではどうぞ行ってみましょう。南同士の南南教育、協力なんかも推してますよね。はい、そういうことをやってるのが、まあ、主に私の仕事ですよね。はい、仕事でというか、まあ、研究の方が多かったですけども、どんどん、はい、まあね、そんなことをやってました。もう一つ馴染みがないですよね、国連というのはね。まあ、名前がそうですよね。まあ、場所的に言いまして、まあ、本部がニューヨークですし、主な機関というのが日本の中にあまりありませんので、ただ、渋谷にあるんですけれども、東京の渋谷に広報センターがありますし、それから日本のいろいろな組織の出張所みたいな、東京のブランチオフィスが渋谷に集中してますし、それから、国連大学も渋谷にありますので、そこでは今、まあ、修士号も出すようになりましたので、少しずつですけども、前に向かっているんじゃないかなとは私は思いますけど、よく東京でうちのアンクタード の年報なんですけど、アニュアルリポートを記者会見 でやったことがあります。もう15年ぐらい続けましたかね。それ英語と日本語で、主な世界の経済、それから防衛開発問題について、傾向があったかっていうのを毎年毎年繰り返して説明しましたけど、ただ記者会見といっても毎年やってるので、これはなんていうんですかね、面白みに欠けるというんですかね、ある意味で、ね、セクシーさに欠けるので、なかなかにしてもらえなくて、まあ、日本経済新聞なんかはよくやってくれ、記事にしてくれましたけども、事故とかなんかそういうものではないので、地味な記事になってしまって、なかなか人から注目されることはありませんでしたね。はい、残念ながら。ちょっとここでドクターとその英語の関係について、英語の学習方法とかについてお聞きしたいんですけどね。まあ、京都で浪人生活やってて、そこからいきなりアメリカの大学へ入られたそうですけれども、やっぱりそのあたりで相当英語の実力ギャップはあると思うんですよね。でそれをどうやってこう近づけて、現地の大学のまあ、みんな英語でやってるわけですからね、その水準に持っていくの、浪人時代の自分の英語実力から言ったら、どういうふうにして近づかれたんですかね。実用英語検定の2級は高校1年生の終わり頃に受かってるんですよ。だから地方の高校1年生の2級に受かった子っていうのはそんなにいないと思うんですけども、だから自分では英語はまあまあできるとは思ってたんですよ。でも実力的には浪人生の時に一級を受けて、もう軽く滑りましたね。軽く滑りました。もう問題滑ったっていうのは分かるぐらいでした。英単語集で、おそらく6000語ぐらいしかですけども、その当時で、受験生の時で。7000語の英単語のなんか単語集を持って、それを滑った、完全にマスターできてなかったのを覚えてますので、だからそのぐらいの実力でした。で、トイフルっていうのは、まあ、システムがちょっと変わってるみたいで、採点の方も変わってるんですけども、その時に受けた点数が2年、それ必要ですので、トイフル受けたんですけども、450点でした。その当時の450点っていうのは、もうギリギリ留学 の滑り込みですね。ノンネイティブにで450点だったら、おそらく
ギリギリでできたと思います。そして向こう行ってから相当苦労されてますよね、英語をマスターするのに。かなり時間かかったんじゃないですか。私は正直言って、そんなに苦労したという覚えがないんですよ。まず一つは若かった。あ、うん、若かったし、それから、人が好きでした。人との付き合いが好きでした、はい、そして寮に入ってました。あ、寮にね、はい、お金がないので車とかそういうふうなものはなくて、リクサク一つに必要なものを入れてリクサク一つで飛び出していった人間なんですよ。で寮に入りまして、それで毎日のように寮のと二人部屋でしたので、一緒に話を毎日して、それで授業を受けて、まあ、1日に図書館にはまあ数時間いましたよね、うん、数時間いました。 でもまだ勉強が身につくっていう形ではなかったですね。好奇心がたくさんありましたから、いろんなことが あっていろんな人のところが集まってところに行って話を黙って聞いてたりしたことはありますけども、正直言って普通の英会話が分かるのがもうその学期が9月から始まるんですけども、秋学期がそれ終わる頃には大概の普通の会話ができるようになりましたね。あ、それは1日に10時間以上英語15時間ぐらいですか。もう英語付けですね。英語接していれば完全な英語付けになっていたということですね。英語付けです、はい、日本人の人っていうのが交換留学生が 2,3 人学校のキャンパスにいるぐらいです、うん、で日本人の教師が1人いましたけども、学校でそので750エーカーという広いキャンパスの中でそういう人たちに会うってことはあまりなくて、もう毎日毎日そのローカルの人ですよね。それでミシガン の, 州立大学だったんですけども、ほとんどの学生がミシガンの学生なんですよ。っていうのは州立大学ですから、州の外の人っていうのは学費が高くなるんですよ、割高ですから。どうしても州の人が中心になる。特に外国からあえて行くとなると大概アジアから行く人の多くはカリフォルニアとか、はいはい、ワシントンとか、オレゴンとか、そういうふうな太平洋側の国、州にいる学生という方が多いですよね。それから、まあ、イーストコースの方に行ったりする人がいるんですけど、うんうん、私みたいに中に入ってしまってっていう人はあまりいなかったような感じで、だからそういう意味では英語はもう生きないというか、もう話さないとダメなんで、それでないと生活できないし、それから成績なんてもう怖くて、もう本当に辛い思いしたのは間違いないです。最初の頃はね、その教科書を読むとかそういうことに関しては、はい、その当時は何を勉強していいかも分からずに、自然科学というよりも社会科学の方に行きたいなと思ってたので、ソシオロジーとかアンソポロジーとか人類学とかそういう学問を勉強したんですけども、自分で明らかにハンディキャップがあることが分かったんですよ。社会学を勉強しようとしてもアメリカの社会を知らないって勉強にならないんですよね。いきなり世界の社会を勉強するわけじゃなくて、当然社会学を勉強して入っていくのはアメリカの社会から入っていくわけですけど、ね、そんなこと人種問題 も経験したわけでもないし、そういう宗教問題とかそういう経験がないので、かなり自分の中でハンディキャップがあるなっていうのは経験しましたけど、ね、でも私が意外と恵まれたっていうのは、一つ私の売りは柔道をしてたんですよ。だから黒帯を持ってアメリカに留学したんですけども、この小さい日本人が意外と柔道をやってる子たちが大学に来て、でまあ、クラブは存在しなかったんですけども、自分たちで練習なんかしたときに、なんかみんなを軽く投げちゃってたんですよね、ポン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 と、ね、大きい子たちを。それでみんながなんか面白い子がいると、
髪の毛長くてあのポニーテール作ってるのに柔道やらせたらえらく強いちっちゃいんだけどすごいのがいるっていうことで、うん、人が寄ってきてくれたんですよ。だから私日本人の方に言いたいのはなんか自分で売りを持てる売りを持って外国に行くのはいいことだと思います、うん、それが人寄せになりますから人を寄せるというか人間関係でもってあがない限りなかなか英会話っていうの能力では進みませんので、ですからあで自分の得意ものを持っていればそれをに対して興味を持ってくださる人が寄ってくればいやでも自分の分野を説明することになりますし向こうも一生懸命なんて聞いてくれますよね こっちが拙い英語であってもですから何か日本でとかその人が持っている特殊技能っていうのをあの鋭くして外国に行くっていうことは人間関係にとってすごくいいことだと思います。それがないと孤立する可能性がありますよね。特に田舎で外国人が少なくてそれ で興味を持ってくれるものが持ってなかったら本当にそういう人たちっていうのはような思いをする可能性があると思います。特に、まあ、性格にもよると思いますけれども、はい、特にこれから日本の外国で海外へ行くこの場合はそういうのは必要だということですよね。そういうのが一個あれば彼らとこうつながっていけるっていうことですよね。孤立せずに済むという。そうですね。うん、そうですよね。はい、はい、あともう一つきっかけになると思います。もう一つお聞きしたいんですけどもね、あのよくそういうふうに海外で活躍されてる方にちょっと聞きたいんですけども、はい、両親との関係ってどういうふうになったんですかね。あの特にあの福井県出身と聞いてますのでね、まあ、どうしてもこうかなり保守的な地域ですよね。そういうところにしてみたら、あのドクターは男性なんだから、まあ、男は家におれと、あの家を継げというようなことがあると思うんですけど、その辺はどうだったんですかね。うちの父、まあ、親父ですけども、懐疑的でした。あのまず受験失敗で浪人して何を考えてるか分かんないような息子がいきなり外国に行くっつって髪の毛伸ばして言い出して、それはまともに取ってくれないし、まあおそらく親戚一同の中でも笑い物にされたのかも分かりませんよね。田舎の子ですから、 あそこの息子は何をしてるか分からない、チャランポランなことをしてるということに思えたと思いますけれども、そういうことを私に対してはあの思っても言うようなことはなかったです。あの本当にあの苦しい思いをさせたということで反省の念はとてもありますけれども、ただあの自分のやりたいことをやるんだっていう気持ちがあって、あの世間の流れに流されたくないっていう気持ちがあるんだってことは分かってたみたいなんですけども、ただ父親としては自分がまあ、ちっちゃい町の鉄工所なんですけどを作って、それで私にそれをあなんていうんですかね、抵抗はしてほしいと思ってたと思うんですよ、で結局それはしなかった。結局それはあの閉じてしまうことになるんですけども、まあ町工場でそういうのは長く生存するのも難しかったと思うんですけども、自分でその企業を作り上げた、偉かったなと思うんですよね。ただ親父もあの兄弟がたくさんいて、自分が進学できたのに進学させてもらわなかった経済的な理由でっていうのがあって、子供にはつまり特に私には教育を受けたいという気持ちがあるんなら受けさせてやろうという気持ちはあったみたいです。ですからあのどこまで私の気持ちを本気に思ったかは分かりませんけども、あの心配しながらもサポートはしてくれたと思います。というわけで、アメリカ行ってからもね、やっぱり相当勉強なさってますよね。そうでなかったらね、ついていけないですよね。あのどうやらあのお話伺ってて分かったんですけれども、まあ、あの大学受験に失敗して京都で浪人中にも、まあ、英語の勉強はやっておられたんで、今でいう準一級ぐらいの感じなんですかね。あのその当時は準一級っていうのはなかったと思うんですけれども、まあ、一級の方は試験を受けたんだけども、ボロボロだったと。まあ、二級は高校
2年生、あ、1年生で通っておられたということですからね、大体その間ぐらいで中間ぐらいで今でいう準1級ぐらいのレベルで行かれて、毎日15時間ずつ勉強して、もう周り全部英語でも、うん、でかしょっちゅうこうクラスメートとか、みんなの集まりでこうガガガガやりながら、揉まれていったら、まあ、その年の変わる頃にはもうかなりの部分で、こなせるようになっていったということですよね。ですから、まあ、時間の量とかそのレベルからいって大体どれぐらいになったかっていうのはかなりよく分かると思いますけれども、やっぱりねそれぐらいのレベルにならないとちょっとついていけないですよね。でそのレベルからようやくやっていけるという感じですかね。まあ、それでももちろんね、完璧っていうのはなかなか難しい。難しいですよね、何年経ってもね。でもすごい努力家でそれを成し遂げられたということで、この次は第2回目で明日ということなんで、あ、ごめん、第3回目で最終が明日ということになりますので、今日の話は、まあ、良かったなという人は良かったのつけていただいて、ぜひ動画登録もよろしくお願いしますということで、今日ちょっと暑くなってきましたけどね、頑張っていきましょう。